皆さん、こんにちは。うそンです。今日はですね、経営の話をしようかなと思っております。でテーマはですね、バイサイドとセイサイドということをお話ししていきます。よろしくお願いします。でですね、まあ、なんでこんな動画を撮ろうかって言ったかっていうとですね、まあ、ちょっと理由があって、まあ、今回の動画ですね、まあ、このセミナーですか、このセミナーを見てほしい人としましては、まあ、経営の話って最初に言ったんですけれども、まあ、経営の話っていうとね、 経営に興味があるとか自分でビジネスをやっているとかまあ、そういう人しか関係ないのかなって思う人がいるかもしれないんですがまあ、人生全般に関連することかなと思っておりましてで結局その人生っていうものが究極的にマネジメントをしていく性質を持っている以上経営について学ぶっていうことは人生について学ぶっていうのと全く一緒なんですよだからドラッガーの本なんかがあの数年前にブームを起こしましたけれども あんなものもの、ね、偶然的に流行っているのではなくて要するにですねあ,の、まあ、あれは日本ではすごく流行ったことだと思うんですけれども日本の人たちっていうものも自分の人生っていったものを、まあ、今までのような均一的な親やその大人たちから教わったことをそのままやるのではなくて自分で考えて自分で適切にマネジメントしていく必要性っていったものを感じ始めていた。 そこに、えー、高校野球に学ぶそのドラッガーっていうそすごいキャッチーなタイトルが出てきてこれは面白いっつってみんなが飛びついたわけですよ。うん、でやっぱり僕もその時にあのドラッガーっていうものはその大学生の時から本を読んでいて、まあ、知っていましたけれども改,じ改,改めて興味を持って、まあ、管理をする大切さっていうものを学んだわけですよね。だから、まあ、今回のセミナーはあー個人の人も見てほしい。 聞いいいててほしと思っていますでもちろんねあのビジネスの話が聞きたいっていう人もいると思うんで、まあ、こういう人も大歓迎ですね。でまあマネジメントの話っていうものがちょっと今話していたので出すとで、まあ、今回そのこの動画を作った理由とも見せずに関係をするんですがそれはどういうことかっていうとねマネジメントが結局下手くそってことなんですよ。 マネジメントができない人が、まあ、見ていてすごく多いですよね。それは自分の内側に対しても外側に対してもっていうことなんですよ。えーまあ、どういうことかっていうと例えばその自分の生活とか行動計画っていうものはある程度自分でコントロールができると思うんですけどお外的要因ですよね。例えば 朝起きてだ誰と一緒にその電車で通勤するとしてね誰と一緒に電車に乗るかとかその電車が無事に目的地まで着くかとかあお昼休みにお昼休みがそのちゃんと取れるかとかそういったことっていうのは外的要因であり自分の中で管理できないじゃないですか。で 生きていく上ではではすねこのように内的なことと外的なことっていうものを2つともマネジメントをしていかなければいけなくてちょっとこの話もするか最近その僕は「サイコパス」っていう映画アニメを見てですねこれがすごく良くてあの僕のお客さんの秋山さんっていう人に勧められてそれで見たんですけれどもその中でね あ結局クラウセビッツの話とかも出てきてね戦争論とかもいろんなその哲学とか本の引用が出てきてめちゃくちゃ勉強になるんですよ。でねあの映画のね「降格機動隊」シリーズの「イノセンス」っていうのがあるんですけどその「イノセンス」なんかが気に入った人はサイコパスっていうまあ、ちょっと余談っていうとこ作りますけどサイコパスを見てなんだろうマネジメントやあ経営。 人生に対する思考の抽象度がすごく上がった。で本当はサイコパスっていうテーマで一つ作りたいって思ってるんですけど今マインドマップを作っててもうなんか終わらないんですよね深すぎて。であとやっぱりファンの人が多い作品なんで僕が中途半端な知識で喋るといや全然違えよみたいな感じで怒られちゃうんである程度何て言うのかなあーテーマをね丸々、まあっ あまりにも壮大なテーマなんで分けながらねあ部分的にこうやって混ぜながら話していこうっていうふうに思いましたそれが今回作った理由にありますであのマネジメントねえと内的要素とまあ内側と外側を管理しなきゃいけないしえ片方だけケアだとおかしくなるんですね でまあ、どういうことなのかっていうと結局今日はバイサイドつまり買い手セルサイド売り手っていう、まあ、この二項対立についてお話をしていくんですけど可視性っていうものをいかに含ませるかっていうのをそのサイコパスなんかでも出てきて僕この何ていうのかな可視性って何だっけな要するに汎用性の話をしているんですよね。 ママキシっていうのがあの出てくるんですけどそのマキシマっていう人のセリフがすごい深くてね僕はめちゃくちゃ考えさせられてね時に共感したりもするわけなんですけれども何だろうなあのデスノートのね八神ライトが僕すごい好きなんですけれども八神ライト好きな人はサイコパスの1期と2期とその劇場版ってって全部面白いんですけど一期に出てくるマキシマっていう人は結構支持できる好きになれると思います。 うん、あのすごい面白いんでぜひあの見てみてほしいなと思ってます。全部みんな結構大変でしたけどね1話ね30分ぐらいのが全部でね3テレビシリーズのものが30話ぐらいで劇場版が2時間ぐらいなんで 30×30 30で900分ん合ってます900分かけることのプラス足すことのえっ、ー、と3時間2時間だから120分ぐらいだから 1000, 1000 1000 900時間900分ちょっとわかんないんですけれども、まあ、丸1日ぐらいで全部見終わりましたよ。えー、前日見て前日で1期朝の2時か3時ぐらいに読み終えて寝て次の日起きてずっと2期見て2期は11話ぐらいだったんですぐ見終わってその後劇場版も見てなんだこの作戦この作品みたいな感じだったんですけどそこでやっぱりね、あのー、見てて思ったのが。 「そのサイコパス」っていう、ね、作品の話をもうちょっとするといわゆる、ね、その現代社会で僕らが管理をされている一つの大きな要素っていうのは僕はやっぱり偏差値っていうものの有無が外せないと思うんですよ偏差値が高い大学に行った人間っていうものはまあもちろん全員が全員とは言わないですよただおおむねそこでちゃんとやってた人間だったら、まあ、食いっぱぐれることっていうのはないんですよ それなりに有名な上場企業に就職してある程度の社会的地位と身分といったものが保障されるわけですよね。で一方で身も蓋もないこと言うんですけどなんか偏差値50にも満たない大学出てるあるいはそもそも大学行ってねえみたいな人ってあんま何て言うんですかねもちろんその例外はありますよ例外はあるんですけどまともももなな職にそもそもつけないですよね本当身も蓋もないこと言うんですけどブラック企業ぐらいしかもう定額歴の人って行くところがなくてね。 でそこから這いいい上がれないみたいの「があるわけですよでこのサイコパス」っていうその作品の中でもこれがもっと高度に進化をしていて人間のその善良性だとか犯罪を起こす可能性、えー、そあるいは結婚に対する適性どういう人と結婚すればこいつは最大の幸せをできるか要は機械が人間の幸福をマネジメントしてしまうっていう,もう究極的な AI の世界なんですよ。 でそこで、えー、犯罪係数っていう概念が出てきて例えばあこの人はあ、まあ、犯罪係数っていうのはね何て言うのかなすごく分かりやすく言うと潜在意識みたいな感じですね潜在意識が汚れてダークサイド汚れるとダークサイドに落ちていくと思うんですけどその一定数例えば100っていう数値を超えるとねあのもうなんだろう犯罪係数100以上排除の対象ですみたいな感じでもう機械が自動的にあの判断をするんですけどそこで 犯罪予備軍100以上に犯罪係数が100以上になると犯罪予備軍という扱いをされるわけですよ。で犯罪予備軍に入るともうまともな会社に就職もできないし結婚も無理だし子供育てるみたいなことっていうのももうなんか全くできないみたいな感じになって這い上がれない世界に行ってしまうわけですよね。で今あ AI がね僕らが生きている間に普及の目も見られるかもしれない。 それぐらいの勢いでもう今進化をしていてあのなんだ産業革命に次ぐ大きな変化が世界私たちの生活に対して起きようとしているわけですよでその時にねあのこのマネジメントの概念っていうものをきちんと持っておかないと振り回されるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよでまあ偏差値の話をして偏差値俺低いからダメじゃん私ダメじゃんみたいなふうに思った人いるかもしれないんですけど あのまあ、僕の動画を見てくれてる人とかメルマガ読んでくれてる人は分かると思うんですけど、まあ、僕らが今やってることだとか取り組んでることっていうのはこの旧来のこの数値で管理されたあ階級社会に対する対抗しうる武器なんですよね。要は普通に生きていたらじゃあ,あ偏差値ありません特にその人に誇れるような経験もしてきませんでした。 年齢25も変えちゃいましたっつったらもう人生終わったなんですけれども終わわったりにならならいわけですよなんでかっていうと結局その階級社会におけるマネジメントっていうのは何かっていうと自分を他人に評価してもらって他人に雇ってもらっていい条件でいい給料を払ってもらうっていう能力なんですよ。今僕たちが生きてる世界は。 じゃあその前提条件が覆されたときにこのサイコパスの中でもね前提条件が覆されたときにマネジメントがおかしくなるんですけど他人に評価されて他人から給料をもらうっていうねそのルール前提条件パラダイムこれを覆してしまったらそんなの関係ねえわけじゃないですかで実際じゃあどうなってるかっついうとインターネットビジネスの世界では、まあ、そもそも学歴ない偏差値ない えな,ならあ会社での生活あるいはもう満足にできないニートでしたみたいな人も普通に逆転しているわけじゃないですかその一番まあわかりやすい例っていうのは例えば YouTuber と呼ばれるような人たちですよね YouTuber。ーチューバーなんていうのはあの今でこそね市民権をすごく得ていますけれども。 まあそれこそ5年前とか10年前なんてのはいたかもしれないけど全然今ほど脚光を浴びていませんでしたし間違っても子どもたちがなりたい職業のランキングにランクインなんてことはありえなかったわけですねでもその前提条件を覆して既存の,その階級社会から全く異なる世界でもう支持を集めてしまったとまあこれはですねまあもちろんそんなことはないと思うんですけど国からしたらやりづらいわけですよ で国がやってきたことっていうのは何かっていうと要は法による統治国家なわけですからルルーをを作っってててそれれに従うロボットを量産していくってこれなんですよだから結局学校教育なんてものはもう本当に身も蓋もないことを言ってしまえば社畜の量産プロセスでしかないんですよ。会社の言うことを聞いて従,従順に従ってルールを犯さず和を守って生きていってくれる人をたくさん増やす。 で上には文句を言わず国の体制にも不満を言わずただあ黙って税金を払ってくれればいいそういう人間が増えれば一番都合がいいのって誰かっつったら国じゃないですか国が都合がいいし国を管理している役人の方々があ一番都合がいいでこれは「ドラゴン桜」っていう漫画にも出てくるセリフだと思うんですけど結局何かっつったら既存のルールっていうのは誰が作ったのって頭がいい人たちが作ったわけですよね。 役,員の役人の人たちとか政治家の人たちっていったものが作ってでそのルールっていうのは誰に都合がいいかって言ったらこれねあの最近も天下りの件が問題になったりとかしてますけど結局そのルールを作った偉い人たち役人の人たち政治家の人たちなわけじゃないですかだからそういった人たちが作ったルールに適合できるなら全然いいんですよ適合できるならそのままやってりゃいいんだけど まあ僕の動画を見ている人っていうのは、まあ、そういったルールに適合できない可能性っていうのが大きいわけで僕も含めねあるいは適合できていても俺なな、なんか違違うな私ちょっっと違和感あるる。ててて人が見てくれているだから自分のお客さんの中でも特に会いに来てくれる人なんかをねあの見てくれ見た時にすごく多い傾向があってそれは何かっていうとみんなストリート偏差値がすごく高いんですよ。 要はアカデミックとしての偏差値がもちろんアカデミック偏差値が高くてストリート偏差値も高いあるいは上げようと頑張ってくれてる人いますよ。だけど僕自身がいわゆるその前例のない世界獣道なんて言ったりもしますけど獣道でパフォーマンスすることっていうのをものすごく頑張ってきた人間なのでその普通に生きられない人だとか既存の価値観に染まれない混ざれない 人っていうのはそれを見た時にすごく希望を感じるわけですよ。ああ俺には全然居場所がなかったけど私はどこに行っても弾き出されてきたけれどもそんな人間でもやっていけるんだああ支持してもらえるんだ認めてもらえるんだ愛してもらえるんだっていう希望を与えられていると思うんですよ。でその希望を与えられるっていうことが僕はもう一つの価値として成立していると思っててね。 で結局その希望っていうのは何なのかっていうと僕が提示している一つのテーゼなんですよつまり僕が提示しているテーゼっていうのは何かっていうとアカデミックスマートとして成功できなくてもストリートスマートとして成功することができたならば人生の勝者になれるってことなんですよ書いときますかで僕のこの 見せようとしている、伝えようとしている、いわゆるそのシニフィェっていうものは、もしかしたら皆さんに伝わってないかもしれないんですけれども、これをもう愚直に行くためのソリューションっていうものを僕は提供してるんですね。だからいきなり美容の話とかポーンって出てくると思うんですけど、全然あの乖離してないんですよ。なんか一つの話とかビジネスの話しかできない人とか、もっと言うとなんかアフィリエイトの話しかできないとかセドの話しかできないとか、もうすんげえつまんないと思うんですけれども。 僕の中ではもう一貫をしているんですね。何かって言ったら、まあこれなんですね。アカデミックスマートとしても成功できなくても、ストリートスマートとして成功できれば人生に圧勝できるということなんですね。まあ、圧勝っていうのがちょっと。 あんましっくりこないなっていう人はまあ成功できる人生でえなんだろうな。充足感のある人生。自分の望む人生を生きられるっていう風に解釈してくれてもいいです。で、じゃあストリートスマートになるためにはどうすればいいかっていう話が出てきてね。まあその一つの最も強力なソリューションが僕であればビジネスをおやりになるのがよろしいんじゃないですか。っていう話をしているんですけれども。 じゃあ,あそ,そこまでは分かってビジネスに興味を持ってくれてビジネスやりましたノウハウ吸収しました成功しない人がいるんですよね成功する人がいるんですよねあるいはちょっと結果出てんだけどこいつもったいないなみたいな人がすごく多いわけですよこいつもったいないなみたいなねでこいつもったいないなっていう人を見てるとまあ大体ねあのマインドなんですよみんなマインドセットがちょっと残念でもったいなくてそこをね少し 後ろから支えていける怖くないっていう風にやあに無理やりやらせてやれば、まあとは自分で飛んでいくんですけど彼らがねねなななんんんんでででそうやっっててつまんないことで悩んだりすするのかって話なんですよ僕からしたら申し訳ないんですけど皆さんが悩んでるような悩みとかってすごい低次元な悩みでねなんでそんなことに悩むのかなっていうことでみんな悩むんですよ。で なんでねそういうつまらない悩みで悩んで悩む時間なんてのはっきり言って無駄なんですよ。だって悩んでも何の前進にももなならないですよもちろん人生レベルで考えた時にあの時悩んだり模索していた時間苦しんでいた時間っていったものが最終的に私の中で血肉となり価値に変わっていったっていう風に判断することができると思うんですけどそんな、ね、あの悩んでたり、ね、迷ってたりしたらねあの日が暮れていくんですよ。もうで人生っていううのは何度も言うんんでですけど有限なんで 先急がないといけないいいとけですよねもちろんその今の人生とか生活に満足しているのであればゆっくりもう流暢に隠居生活でもおやりになればよろしいかと思うんですが満足していないんだったらもうだらだらやってる場合じゃないですよ満足してないんだったらねもうガンガン行動してガンガンデータ集めてガンガン仮説検証ってやっていかなきゃいけないわけですよ PDCA を回していかなきゃいけないわけですよだけどできないわけじゃないですかでなんで こいつはできないのかなっていうのを考えたときに、今回の話なんですよ。バイサイドとセルサイドっていうのが出てくるんですよ。で、まあ今日はこの話をしていくんですけれども、えー、人生をマネジメントできない、まあ、人生というかマネジメントが上手にできない人を見ていたら、えー、バイサイド、セルサイドの視点がない人が多かった。 ということなんです、ね、まあまあこれは動画を作った理由か、うんまあ、こういう感じはいで、えーまあ、このバイサイドセルサイドについてじゃあこれから掘り下げてお話をしていきたいんですけどまず言葉の意味すかこれはあの金融業界とかでよく使われる言葉でね僕なんかあの証券会社行きたかったんで就活した時にこういう言葉をたくさん覚えてねだから僕の動画とかセミナーではよく金融の言葉なんていうのが 出てくると思うんですがそのトレンドフォローとかねリスクリワードレシオとかね全部金融の言葉なんですよでまあこの言葉の意味っていうものはどういうことなのかっていうとバイサイドとセルサイドですねでバイサイドっていうのはその商品やサービスや意思をどっちかっていうと内的っていうよりか外的要因によって決める人たちですねだからつまり買い手ってことですね でそれに対してセルサイドっていうのはあ逆ですね、えー、内的な要因に左右されて意思決定をしていくっていうあ違いますその内的な要素を外部に対して提示して巻き込んでいく人たちのことですねだからまあ売り手ってことですねで僕たちって普段の生活でも全く同じなんですよ例えば僕であれば僕って完全にセルサイドなんですよね でセルサイドなんですけれども僕のその一つのテーマとして RD っていうすごい大事な、ね、概念があるんですよ研究開発なんですよ稼いでどうするんですかっていうのが一つあるんですけど僕は研究開発に使いたいと思ってますトヨタ自動車が年間1兆円研究費に投じているっていう話を、ね、メルマガでしたと思うんですけどああいうことをやっていきたいわけですよ例えばテスラモーターズっていう会社があってそこと資本提携なんかあの。 したわけですよ、ね、まあ後に弾かれてとん挫してますけどああいうのが何で平気でできるかっつうと本業でちゃんとしっかり利益出てて RD に回す余裕があるあれはなくても未来のために、ねえー、変,化変化の激しい自動車業界で生き残っていくため世界ナンバーワンになっていくためあれはもうなってんのかなでそれをやるためにあれだけのお金を使っているわけじゃないですかで結果が出ないことっていうのも RD だからあるわけですよ僕も色々やってて 思いいい通りにならならっていうのはたくさんんあるんですよ。でもそんなことでへこんでる場合じゃなくてですねもうとにかく失敗をしてもですねその失敗のデータをどんどん集めてそれにつなげてその過程でまた皆さんにですね、まあ、こういう研究成果ですよねなんか僕の中ではね実験レポートみたいなもんだですよ実験レポートであり論文でありね、まあ、仮説なわけですよそれを60点必要でどんどん出していくってこれなわけですからこれは何かっつったらまあ今日ヒゲ脱毛のモノ受けててその待合室にね これ高文さんの本があってその中でね「時価で考えろ」って、ね、いう言葉があって時価っていうのはあの今のバリューってことね時価総額とか言って言ったりするでしょ時価で考えろでなんかこれ聞いた時にすごい僕が言ってることと全く一緒だなって思ってすごいなんかこの時価っていう概念を今回シェアしたくてあ,あのなんだろうまた伝えていくんですが。 結局その僕がじゃあ例えば成功するのは25までにもう死ぬほど行動して死ぬほど失敗して死ぬほどデータ取ってマインド変えて圧倒的に突き抜けるのが一番楽だよっていう話をしてますよね。でそれも何かっつったら僕人生においてね若さっていうものが究極的にじかだと思ってて若いってだけでもう強いんですよ。例えば最近動画をアップしたと思うんですけれども合宿のねあの中でね鈴木さんっていうものすごい若い人がいて。 鈴木さんは他の人が怖いですとかなかなかできないですみたいなもちろんさあの否定とかではないですよ他の人が怖いとかなかなかできないっていう人に対して鈴木さん一切ないんですよこれこういう理由でこういうふうにやるとすごくいいですしあの成長できますんでや,やった方がいいですよっていうともうなんかもう普通に手を動かしてやってくれるんですよでそれは別に鈴木さんが特殊っていうよりかはやっぱりその鈴木さんの時価が高いっていうところだと思っていてね 僕はあの若い人のコミュニティなんかもそういう作れたら理想的だと思っていてねやっぱり教えていてどっちが可愛いのかって話なんですよ。死のうごの行ってブーブー文句言って行動しなくてクレームしてくるやつともちろんそんな人なんてほとんどいないんですけどあの行ったらもうすぐに行動してすぐに報告してくれて、まああやって動画にも出てくれて何なら僕の実績にも貢献してくれて。鈴鈴木さんの、まあ、その鈴木ささんんのの アドブと添削とかやったりするんですけれどもその添削がもう一つのコンテンツとしてね歌詞として僕のコミュニティに貢献をしてくれてるわけですよ。どっちが僕の中でエコひいきしたいかっつったらもう圧倒的に鈴木さんみたいな人じゃないですか。で結局その時価っていうものを考えた時にじゃあ何で僕は若い人を応援したい若い人に来てほしい若い人のコミュニティ作れたらいいなって思うかっていうとそれが経済合理性に基づいた判断だったとしても僕にメリットがあるし。 経済合理性に基づかなかったとしても僕の人生において明確な実利実績があるからですよだけど僕は誤解されないといけないと思うんでちゃんと言っとくんですけど精神の限界を仮にあなたが超えていたとしてもあなたがものすごいありとあらゆる犠牲を払ってね変わりたいっていう風に決断してくれなら応援したいと思ってますだけどそれは僕は今まで何百人って教えてきてもう統計的なデータが出てるんですね それは偏差値が高い人じゃないとこの世界では居場所を作りにくいっていう既存のルールがもう統計的に証明されてるのと同じように精神の限界を超えてそれまでに成功体験や価値を提供するっていうマインドセット成長し続けるために投資,け投資をしなければいけないっていうマインドセットが作れなかった人間これは高い確率で苦しむしじゃあどういう風になっていくかっていうとその僕の,なんかその動画のコメント欄を荒らしたりもう全部機械に勝手に弾かれて落つって感じなんですが。 なんかそのクレームしたりだとかクレームはあんま来ないんですけどまあ揚げ足取りですよねなんか本当にえもったいないなって思うんですけれどもそれは僕に対してだけじゃないですよ世の中に対して政治の文句言ったりとかね国が悪いとか会社が悪いとか学校が悪いとかそういうこと言ったって意味ないじゃないですかだってもうこの国は国としてあるんだし政治家っていうのは政治家なわけで僕らが選んだんですからね。 で学校っていうのを誰が選んだかっていうとそこに入学試験を受けて受かった自分なわけですからね気に入らないなら退学届出せって話なんですよ気に入らないなら日本出ていけばいいじゃないですかねそういう選択をする人っていうのは実際いるわけでね文句とか言ったらいけないんですよ文句なんか言ってる暇があるんだったらもう自分のバリューを上げてですねマネジメントちゃんとやって自分で自分の人生を回れる側に来た方がいいじゃないですかそっちの方が楽しいしなんなら経済経済って なのにそういう人に限って自分の成長,に成長を高めるための行動をしようとかね自己投資してみようとかってできないわけですよ。だから結局それは何かっていうのを考えた時に全てマネジメント,メント能力の欠如であり彼の彼はまたは彼女の自価が低いっていうふうに僕は考えてるわけですよ。で 例えばですね僕なんかはその転売・背取りっていうものを最初にやってみてはいかがですかって提案するわけなんだけれども転売・背取りという文脈においてもこの時価で全てを評価することができます。例えばその商品を仕入れて売るっていう時にも今市場で評価されてる価格に対して目の前にある商品の販売価格が安いわけじゃないですか。そそれ時価価かからら販売価格といいうもののがが乖離してるわけだからその差分が 取れる確率っていいうのは極めて高いもちろん全てがそうなるわけではないんだけれども統計,学的ですよ、ね、統計学的に考えた時に勝率が3割であろう,あろうが4割であろうがトータルでプラスになるっていうものがもう証明されていると。であるならばあその対極的な統計学あるいは合理的な判断に基づいた行動といったものを繰り返していけばお金稼げるよねっていう。それははでででですすよよねね輸入でも一緒ですよ、ね、日本では あこれぐらいの値段で取引されてるものが海外の販売価格市居ベースだとそれよりも安く販売されてるわけですよね。じゃあそれを仕入れたら必然的にその差分があ時価が異なるわけですから日本の時価とアメリカの時価。あーね アメリカの時価とかあるのかな、まあ、時価は時価ですけれども市況、まあ、価格ですよね。で日本の時価と中国の時価ね分かりやすく説明するためにあえて時価っていう言葉で言ってますけれどもそれは異なるわけですよね。でどっちかが高くてどっちかが低いのであれば例えば日本が高くて中国が低いのであれば輸入すればいいですよね。えー、バイサイサドで入ればいいわけですでそれに対して日本が低くて中国が高い例えば紙を持つとかねそしたらセルサイドで入ればいいわけじゃないですか。 でこういうのをロングショートって言うんですけれども,もうこのロングショートっていうものでねその世の中の真羅万象を全て時価で見ていくことによって結局それの差分なわけじゃないですかそのアービトラージなわけじゃないですかでこの世の中でその人生における離職法の最も有益な、ね、いくつか方法があると言われてるんですけどその中でこのアービトラージっていうのは財産を作る離職法の中で非常に有効なやり方っていうふうに言われていてねで僕が今財を作れてるんですけど この財を作れたのも結局この自家の差分に注目をしてその差分に対する行動をね取ったつまりアービトラージをしてきたからですよで今この僕の youtube やメルマガが読んでもらえるっていうのも全くねこの自家っていうことで一緒で僕の脳みその中に入ってる例えばこのサイコパスっていう作品を見た段階でサイコパスを見てない人との間に僕の 脳磁化っていうのがあるのか分かんないんですけれども要は脳みその中に入っている情報量ですよねこ,にここに差分が出ていて見ている人にも何か価値を提供できると思うしなぜならば僕のフィルターが返すんでね見てない人に対しては「あサイコパス」っていう作品があるんだっていうねであこういうそういう作品で面白そうだなとかね、まあ、別に見たくないのは見ないでもいいんですよ。 僕は面白いと思ったけどね結構グロテスクな作品なんであんまりね子供とかは見ない方がいいかもしれないですね、まあ、高校生ぐらいだったら多分大丈夫かなっていうふうに思いますねでその差分があってその情報の非対称性によって、えー、僕のビジネスっていったものが成立をしているわけですよねでこういうねあのなんか牧島なんかも言ってるんですけど 二項対立っていうんですよねこの情報の非対称ってある,いはあるいはその僕であればゼロなのか1なのかって話をよくすると思うんですけどまあ,あおおよそその人生における皆さんが抱えるようなものっていうのは残念ながらあゼロか1ですべて説明しきることができてしまうんですよ。全部とは言わないですただ もう9割以上僕の中では0か1ではか説明しきれると思いますじゃあそれをなぜ0か1で説明して評価しきることができるのに皆さんがそこをね解決できない理由がなぜあるのかっていうふうに思うかもしれないんですけどそれは簡単であ皆さんのマインドセットなんですよ。要は心の中で自分の自由意志だと思っているその意志が合理的な判断にアゲンストしちゃっているんですよね。 で僕はあのサイコパスっていうその作品を見たときに思ったのが結局そのスティーブ・ジョブズとか医師だとか弁護士っていう人の中にはけや要はスティーブ・ジョブズっていうのは経営者っていう意味で、ね、経営者医師弁護士、まあ、要は世の中で社会的地位が高いと言われる人たちですね政治家例えばドナルド・トランプさんとかねそういった人の中にはサイコパスの傾向が高いらしいんですね、まあ、その本とか今読んでるんですけれどもで思ったときに見たときに あ僕もその傾向きっとあるんだろうなって思ったんですよ。うん、で世の中で突き抜けて成功するためにはある種の,そのサイコパス的な要素っていうものが必要で,でそこに対して、まあ、後天的に例えば何でしょうね、えーまあ、話すスキルを身につけるとか、まあ、そういう小手先レベルのことですよね、まあ、そういったものが付随をしていって僕は成功につながっていくんじゃないのかなと。 もちろんマネジメントっていうのもありますよ。で、まあ、あのなんだろうな、スティーブ・ジョブスなんかはマネジメントに関してはあの、なんだ、外的なそのマネジメントに対しては有効だったんだけど、例えば内的なマネジメント、例えばスティーブ・ジョブスと一緒に働いた人っていうのは、もう彼と一緒に二度と一緒に仕事したくないとかって言うらしいじゃないですか。かそこは、あなんていうんですか、完璧ではなかったこともあるんですよ。だけど、あれだけ大きく成功できたわけですよね。うん 今引退しちゃいましたけど、ビル・ゲイツだってそうですよ。もともとは、アップルが世の中に出そうとしていた商品をパクって、それを世の中に出して、IBM と提携してシェアを握ってしまって、それで世界一の台風をまで上り詰めた人だからですね。そんなんできるのも、このバイサイドの視点とセルサイドの視点を上手に持って、この時価っていう考え方ですよね。ここをすべて使い分けることが、人よりも早く使い分けて、 マーケットシェア取っっちゃだから皆さんがあアカデミックスマートとして、えー、うまくい、ねえー、ってる人っていうのもいらっしゃると思うんですけどアカデミックスマートとしてもダメでしたとそしてストリートスマートとしてさえもうまくいかないのであればこのバイサイドとセルサイドの視点っていうのがああなんだろうなこの2つの視点をね身につけてマネジメントの入り口なんでこれが結局。 そこをを、ね、変えててていいいくっっうのをやほしいんですよねでじゃあ具体的な,、あのー、なんだろうなバイサイド視点ってどういうことなのかっていう話をするんですけど僕らはあバイサイドの視点も持ってるしセルサイドの視点っていうものも持っているんですけれどもおそらくこの動画を見ているほとんど大半の人っていうのはバイサイド。 の立立ち位置に立つこととが多いと思い思ます例えば今この動画を見てくれてると思うんですけどこの動画を見るっていう選択をしたのもあなたが買い手だからですね。あなたが売り手だったらまあ競合分析っていう理由で見るかもしれないんですけどでまあまできないですから僕のやってることっていうのは <laughs> あんま意味ないと思うんですけどどういうことかって例えばまあすごく分かりやすく言うならまあ本とか教材セミナー塾コンサル 何を買うかまあ要は商品サービスですね商商品サービス商品ササーービビススの選択のおこれを意思決定してるわけですよね。で僕はあのその貧乏なやつっていうのは金の使い方がそもそもなってないって話をよくするんだけど結局それってどういうことなのかっていうとこの文脈で説明するとね バイサイドとしてお前らなってねえよっていう話なんですよ。バイサイドとしてのマネジメント能力っていうのが欠如している。要は、バイサイドとしてうまくいかないことっていうのはね、まあ、下手。下手な人っていうのは、まあ、リソースのリソース配分。リソース配分が下手くそ。だから、例えばなんだろう。 お金ないお金ないとか何か言ってんのに1人暮らししてその高い家賃払ってみたいなことやってたりするわけじゃないですかそれもリソース配分がもう明らかにミスってるわけですね一生やれってことじゃないんですけど今の,その生活水準経済力に基づいた合理的な判断としてはやはり実家に帰るだとかシェアハウスといったとこに住まなきゃいけないわけじゃないですかあるいは今そのソフトバンク契約してて1万2000円払ってますみたいな人が多いんですけどそれも経済的に大成功してるのは全然それでいいと思うんですよだけど 成功ししてててななくてむしろお金に困ってるわけじゃないですか現状そんな人がそんな高級品を買ったらいけないわけですよ身の丈に合ってないだそれもリソース配分が下手くそなわけでバイサイドとしての意思決定が円滑にねうまく機能してないってことなんですよでこうやって説明しとするとすごくわかるでしょバイサイドとしてのありようマネジメント視点っていうものがちゃんちゃらおかしいから まずもうそういうレベルで皆さんの思考とか思考に基づく前のマインドの部分から変えていかないと駄目だと思ったんですよね。それでまあ今回話してるんですけどだからバイサイドが結局ダメだとまず買い物が下手になるんですよねで買い物が下手になるとどういうことが起きるかっていうと買い物が下手っていうのは浪費も含みます浪費とかその投資の意思決定も全てバイサイドに含まれるんで浪費とかしちゃうわけですよ。 で自分を高めてすぐにアウトプットしてねすぐにインプットしてすぐにアウトプットするとかそういうマインセットを持ってるとして自己成長に使うっていうのは僕はもう全然浪費ではないと思っていてというか自分の頭脳で到達できることとか自分のアイディアで到達できることとかあるいはお金をかけずにできることなんてたかは知れてるわけじゃないですか。あね鈴木さんなんかも言ってくれてましたけど無料でやろうとしてやってたんだけどなんかうまくいかないし。 有料でやってみてもなんか適当で質の悪いものばっかりで全然うまくいかないという時に鈴木さんがうまくいかなかった理由って何かっていうとこののバイサイサド視点とししての配分がおかしかったわけですよ要は鈴木さんにはちょっと申し訳ないんですけれどもまあ今変わってくれたんで全然あのこれは否定ではないんですが眼がダメなんですよで結局 何だろうな審美眼って結局その何にお金使うかっていうのもそうだし誰と付き合うかっていうのもそうだしどんなあ生き方をしていくかっていうのも審美眼なわけですよでその審美眼が曇ってるとなんか僕なんか結構ね評価してる人でもこの人なんでこんなゴミみたいな本読んでんのかなみたいなあの思うんすよ。ももっっっととあななたたたみいいいに頭いいんだったらもっと良質な本 例えばそのクラウセイビッツのの戦争論ななんんて読んででいわけですよその人は別に読まなくてもいいかもしれないんだけどいやその人読めるだろうとかって思ってでこの子が「クラウセヴビッツ」とか読んだらもっと思考が広がって面白い話が僕とできるようになるだろうし彼女の人生にとってもねすごくいいだろうなとか思うわけですよでもなんかすげえ安っぽい本とか読んでたりするんですよねそれなんでかって言ったらバイサイドとしての視点がしょぼくて。 そのバイサイドとしてのマネジメント能力が低いわけなんですよ。で、まあ、その審美眼を高めるっていう、その一つの有効な手段があって。損をするっていうことが、やっぱりすごく大事なんですよ。まあ、これ小美術の世界なんかでも。まあ、やってると思うんですけど、偽物を掴むことで、本物を知るっていうことですね。 僕であればあの情報コンテンツ販売っていうものをやってるわけなんですけれども今、まあ、お客さんの満足度っていうものはねすごく高くてですね、えーまあ、ここまで作るのかと作り込みが半端ないぞみたいなことを言ってもらえるわけですよでもちろんその作り込みが半端ないわけではだけではなくてですねそのきちんと実利実績にも直結して結果が出るっていうそこですよそこがあるってことなんですけど なんで僕がこんだけ質の高いものをね、今回の動画にしてもそうですよ、こんな話してる人、他にいないじゃないですか、バイサイド、セルサイドで、こんだけ延々とね、まあ、金融業界の方なんかが聞いてたらね、ちょっと解釈の仕方があれなんじゃないですかみたいなことを思うかもしれないんですが、僕は今、アカ,アカデミックスマートとしてのバイサイド、セルサイドを話してるんじゃなくて、ストリートスマートとして成功するために、このバイサイド、セルサイドって概念を使って話してます。だからその文脈を理解してください。 でなんで質の高いものを作れるのかってことなんですけど偽物をたたくさん見てきたからですこの値段払ってこれなんだこの人こういうこと言ってたけど全然中身と外身が乖離してるなとかなんかすごい価値が高いように見せかけてるけどなんかめきやかかった上っ面のなんかすごい薄っぺらいねすごいなんだろう見かけ倒しの。 金だだったんだみたいな人がたくさんいてそれは別にインフォ業界だけじゃないんですよ世の中見回しても守りに入っちゃってる人とかばっかなんですよ本当に。うにちゃんと価値提供しようと思ってるのリスク取ってる人って全然僕が見ててもいないですしやっぱ僕がその見ててまあプロ意識って言葉はよく使うと思うんですけれどもプロ意識が高い人っていうのが本当に少なくてねいやだからお前ら成功しねえんだよって思うわけですようんそんんななんかアアマチュア アマチュア視点逃げの姿勢でやってるからもうなできることもできないし成長できることもできないしね成功しねえんだよって思うんですよ。で結局偽物で終わっちゃう人っていうのはね本人たちは別に偽物で終わろうって思ってないと思うんですけど結局そこなんですよ。自分たちもバイサイドであり自分たちもセールサイドであるわけなんだけれどもそのマネジメント能力が全然うまくいってないし。 本物になろうとしてんのかもしれれなないいでですすけど慣れてないですからねもう薄,薄っぺらすぎて。でそれなんでなっちゃうのかっていうと自分自身が偽物であるっていうことを比較によって見出してないたくさんのことを経験したりだとかねいろんなものを買うっていうことはそれだけ多くの事例を知るっていうことですよ。で人がその幸福の相対性に対して自覚をする時っていうのはどういう時かっていうと。 今のそのそ基準値とは違うパラダイムを経験した時ですね例えば日照時間が少ない生活でずっと生きていた人たちがハワイの生活を知った時にこんなに日が照る場所が世界にあるんだっていうその差分をしてしまうわけじゃないですか。でその差分っていうものが記憶に焼き付いて日がたくさん知っている世界っていったものを知ってしまったがゆえに日が,知らない日が照らない世界のことをね不幸だとかあなんか 体にに良くないいいっていう,ふうに思い始めるわけですよそうすると潜在意識がそれだけ汚れるわけだからどうなるかっていうと実際に日照時間が少ない世界で生きている自分は不幸になっていくわけですよね。だってそういうふうに思い始めてしまうわけですから。で今はあその比較をすることのダークサイドについて話しましたが比較をしてですねその良くない面を知ることによって例えばハワイに移住 ってていう選択肢が出てくるわけですよつまりソリューションに対すするるるききっかけけを得ることができるわけでわよねで僕であればそういった粗悪なサービスだとか粗悪なコンテンツ更新もされませんアップデートもされませんみたいなものが当たり前釣った魚には餌をやらないそういうのがもうまかり通っちゃってる業界においてねいやなんかそんなんで、えー、いいのかなと。でもしその 釣った魚に餌をやらないっていうスタンスであるならばねもうそのやり方とか賞味期限が切れている状態になったらもうそういうの販売しないでほしいんですよ迷惑だからだって買った人はもうすぐわかるからねそれ開けた時にああこれ今の仕組じゃもう全然通用しないじゃんつってでその時にその商品を販売していた人たちに対する共感とか信頼っていうものも地に落ちますよね この人なんか都合のいいこと言ってたけど中身はぜこんな感じなんだがっかりだなっていう風になっちゃうんですよねそうするとどうなるかっていうとまあバカ相手のビジネスでうまく集客できてる間はいいかもしれないけど今もう情報の伝達速度っていうものがこれだけねあの効率的になって評価なんてものもすごくシェアされやすくなっているわけでどういったものが良くてどういったものがダメだったかっていう情報なんかもうすぐに広まるわけじゃないですか。 だから、どん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 情弱狩りとかバカ相手のビジネスやってる人って今後しんどくなっていくんですよ。今、実際しんどいじゃないですか、たくさん消えていってね。で、中で、じゃあそこから抜け出す努力をしてんのかっつうと、してない。で、それって別に、なんていうのかな、僕からしたら自業自得なわけで、救おうとか一切思わないんですよ。あ,あそういう選択するんだ、あ,あそうなんだみたいな感じなんですよ。で、マキシマはなんかも言ってるんですけど、サイコパスの。 で人間は結局力を与えてやることなんだと力を与えて変えてやればその自由意志によってねどん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 変わっていくことができるとでそこにこそ価値があるっていう話をしているんですよで僕もまさにその通りだと思ってて要は僕がずっと言ってる通り知ってれば済むことっていうのは知っちゃえばいいじゃんってことなんですよでこれは当たり前の話だと思いますね知ってればいいことですよ例えば あ携帯電話 AU とか何千とかかかってんだけど別にそんなにヘビに使わないんだったら1,600のサービスとかでもいいんですよとこれ知ってるか知らないか。ね。でアカデミックスマートとして成功しなくてもストリートスマートとして成功できれば幸せになれるんだよ。知ってるか知らないかじゃないですか。こういう知ってるか知らないかレベルのことをどん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 ,どんシェアしていって。 世の世の中ととか世界をよよくでできたらいいなと思ってるわけですよでそれに付随して僕自身も豊かに幸せになっていけたらいいなと思ってやってるわけですよ。だからそこも結局この審美眼が成しているわけでその審美眼をもっと抽象化すると倍イサイドとしての僕がいてその配分比率が非常にうまくいってるわけですよね。だからまあ損をする重要性か。だから僕はもう。 どううせ変なことにおお前らお金使うんだからいらないいなとどんどん投資しろっていうのを言うんですけれどもそれは煽りで言ってるんじゃないんですよ。どうせバイサイドとしてどうせとか言ったら皆さんに失礼なんだけどおそらくこの動画を聞いてくれてる人はまだバイサイドとしての審美眼行動マネジメント能力が十二分でない可能性が大きいんですよね。十二分でないから成功できてないんで。 だと思っててだったらまずは損すっかもしんないけどどん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 いろんな経験とか購買をやっていかなきゃいけないじゃんっていう話なんですよ。でまあもちろんその僕は皆さん損をさせるとかそういうことではなくて損をさせたくないと思って日々 R&D をやってるわけなんですけれども僕のところにやっぱりたどり着いて例えば今日ツイッターで書いたことがあるんですけどこの間僕のシレツアーに来てくれた人でね 佐藤さんんっっててうんだけけど10年間背取りやってるわけですよ僕よりも3年か4年ぐらい長くやってるもう本当に背取りの黎明期からあブックオフで本を仕入れて売るっていうのをやってくれている人なんだけれどもどんなに頑張ってもね10年間やってたのに利益が10万しかいかねえとそれはないだろうって思うでしょ背取りやってる人ねどんなにしょぼいやつでも1年2年とかやれば 20万ぐらいは行くじゃないですか,、まあ、行かないまあ行かない人もまあ僕のところには来るんですけどそういう人いるんですよ我流でやってましたなんか昔の古い佐藤さんなんかそうなんですけれども昔のもう教材とかをねいまだに実践してて完全に賞味金芸の仕様でやっててそれで稼げなかったわけなんですけれどもでなんか僕からねその CS ツアー来てコンテンツも買ってくれて。 でこの間報告が来たんです阿布曽さんは尊説ありがとうございましたとあれから1ヶ月阿布さんから習ったこととコンテンツで教えていただいたことを実践してまあ利益2倍になりましたと今月は利益20万円超えてますと自分自身の中で最高記録トラックレコードの更新だっていうのを言ってくれたわけですよそれまでの佐藤さんっていうのはあ一番いい時で利益10万とかですからねだから年末商戦とか頑張って10万円だけど今は その年末商戦でも何でもない時期に行動をして同じ時間と同じ労働量を投入してそれ以上の,その,2倍の最高記録の2倍の収益を上げることができてるわけですよ。僕とと出会ってかから1ヶ月弱とかそんんなもんでですよ。で佐藤さんみたいな人が佐藤さんみたいな人って結構少なくないんですよ。その前も 電脳背取りでね3年ぐらい頑張ってね店舗で最初 CD やっててつまんなくなってやめちゃって電脳背取り始めてなんだっけなすごくてねその子はねえっとね在庫1000個つってたかな在庫1000個あんだけど 利益は10万しかいかないっていやゼロ1個少ないんじゃないかなと思ってねちょっとおかしいじゃないですかせどりやってる人分かると思うんですけど1000個くらいあったらもう利益100万ぐらいにならないとおかしいんでうんでやっぱり聞いてるともうストラテジーが全然ちゃんちゃらおかしいのと自分のやり方でやっちゃってるっていう人だったんだけどまあその子はあのコンテンツの方は買ってくれなくて。 別に買ってくれなくてもいいですけどあのツアーだけ来てそのことなってるのかっていうのは分かんないんですけど一応一日教えてあげてこういう風にやれば利益20万ぐらい普通に行くんですよっていうのを言ったらその数日後ぐらいにね細野さんと一緒に仕入れたのもすでに売れてていい感じでなんなら2個3個売れてますみたいな方向が来てたんでまあ多分大丈夫だと思うんですけど結局その電脳の子とか佐藤さんが来てくれてねなんで僕んところに来たのかっていうとやっぱり2人ともいろんな。 その人を見てきたと有料の教材も買ってきたとコンサルティングみたいなものにも申し込んだし工学塾もたくさん買ったみたいなことを佐藤さん言ってたんですね。でもう佐藤さんなんかはあの僕に連絡くれた時にねあの書いてくれたのがもう廃業を私は考えていたと廃業しようと思っていたともうどんなに頑張っても10万出しても健康も悪化していくしもうブクブク太っちゃって体も動かねえし。 うーんねちょっと持病も抱えてる方でね、そんな持病も悪化してきてるしもう背取りは無理かなとでアマゾンの倉庫にでも勤めてえねそこでロボットとしてやってこうかなみたいなことを考えてたわけですよねでそんな人が僕のとこに出会ってそれで変わったわけじゃないですかたった1ヶ月弱でだからそれはすごい嬉しかったっていうツイートしたんですよ で結局その佐藤さんが僕にたどり着けたのもあるいは皆さんが僕の動画にたどり着けたのもこの間の合宿の動画なんかでも見てくれてる人いましたけどそういう薄っぺらいその質の低いね表層をなぞった。 簡単ですよ儲かりますよだバカでもできますよみたいな言葉を言ってる人がたくさんいるわけでしょそんなわけないじゃん確かに結果は出しやすいかもしれないけどバカのままじゃ無理なんだよちゃんと勉強して適切なストラテジーとマインドセットを身につけないと稼げないんだからそうでしょうだから結局そこなんですよで佐藤さんが変われたのをバイサイドとしての視点がちゃんちゃらおかしかったんですよねで佐藤さんは iPhone4 っていうのを使っていてそれで背取りやろうとしてたんですよ 細さんから言われたんでセドリスト買ったんですけどなんかこれちょっと動き遅いんですよみたいなこと言ってておかしいなと思ってねあの機種名教えてくださいっつったら iPhone4 ですとか言って言うんですよでお金まあ予算厳しいっちゃ厳しいんですけど30万ぐらいは使われる人だったから 5S 買ってもらったんですよね1万円ぐらいで買えるんでで買ってくださいっつって契約してくださいっつって言ったらもうすぐに。 まともな環境ま,あまともじゃないかもしれないけど最低限の環境が手に入ったわけじゃないですかそれで行動したら分かったわけですよ 5S だとちょっとセドリストプレミアムの画面小さいですねじゃあもう自分近くお金稼げるようになったらすぐに細野さんがおすすめされてる6プラスのサイズの要は5.5インチの iPhone ですよねそれを買いますっていうふうに体験して分かったわけじゃないですかもうこういう速度でもうポン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 経験を通じてね経験を通じた時しか人っていうのは変われないし成長できないんですよ うんだからもう佐藤さんなんかもう10年プレイヤーなんだからもうありとあらゆるノウハウ知ってるわけですよもう小手先レベルの話はねたくさん知っててね「Amazon の悪い評価消す方法っていうのは」とか言ってもうずっと話し出すんですよいや佐藤さんねそれ知ってるのかもしれないけどでも稼げてないじゃないですかだからそういう表層的なとこじゃないんですよっていうのをね何度もお伝えしたんだけどいやもうそういうパラダイムでずっと生きてきちゃったからわからない。だけどその バイサイサドとしての視点例えば iPhone をちゃんとしたものに買い替えるで体重が増えすぎてるから炭水化物を抜いて炭水化物を減らして運動するねあとはサプリメントを飲んでみる青汁を飲んでみる置き換え食にしていくっていうのをやって食事を減らすっていうのも全てバイサイドとしての配分が何にお金を入れる何に行動するこういったものが変わったわけですね低単価商品やってた300円で買って700円で売れる商品仕入れてた リソースの違いいじゃないですかリソース配分の3,000円で買って7,000円で売った方が楽なんですよ3万円で買って7万円で売ったのが儲かるんですよでも購買をするっていう意思決定はそれぞれ1回であることに変わりはないんですよね300円で買って700円で買うものを知れる3,000円で買って7,000円で売れるものを知るこれ全く変わらないですね意思決定同じ1回なんだけど単価が違うだけで大きな差が生まれてくるわけですねそれもバイサイドっていう視点を佐藤さんが身につけたからこそ 買われたたし稼げるよよううにななったっていうことなんですよだから人生でも全く同じですね変な人と付き合っている変な人と時間を共有するっていうところに配分をしてしまっていた人配分をしてしまっていたところあるいはその人と付き合っても自分がこれ以上成長しないっていうところに配分してしまってきた人だから僕は離婚とかすごく前向きなんですよ離婚した人とかあの僕はすごく応援しててね そこで生産できる損切りできる人ってすごい成功できると思うんですよ一回はこの人と一緒になろうと思ってパートナーとして決めたんだけど違ったわけじゃないですかそれはいろんな理由があり例えば最近読んだのは子供の子供を持つ持たないっていうところでえ私たちの夫婦の間には意思の不一致があり仲が悪いとか不定っていったものは一切なかったんだけど離婚したっていう人がいましたね連絡くれた人の中で そういうういいいのすすごくいいと思うんですよそれは僕は彼女の中で女の人でしたけど何て言うのかなあの配分がねまだお子さんもいらっしゃらないからまあ女性一人で生きていくの大変なんですけどまあそれでビジネスということで興味を持ってねあの連絡をしてくれた方なんだけどやっていけるわけじゃないですかもしかしたらやっていけなくなるかもしれないけどやっていける可能性がある世界に来たわけじゃないですかストリートスマートとして要はその世間的な勝ち組 だったかももしれないんですけれどもその王道的なですね王道なのかな、まあ、王道ではないと僕は思うんですけどね、えー、世間体のいいところから獣道に入ったとでそこでやっていくっていうその配分比率を変えたバイサイサドとしての視点ですよね結局じゃあ,あ僕は松本清好きなんであんまり松清の悪口言いたくないんですけど松清でその日本のサプリ買ったんですけど全然効果感じられなかったっていう人がアイハーブに切り替えて僕がおすすめしたのを買ったら。 もう目覚めから違いますと集中力思考の深さから違いますとみたいなことを言ってくれるようになってねそれもバイサイドとしての視点が身についたっていうことなんですよだから知ってれば済むことを知るっていうことはバイサイドとしてのフィルターを強化するっていうことなんですよ細野雄介がいろんな損をして実験をしてこれが最善であり最適な解だっていうその配分比率をもうまんま皆さんにプレゼントしてしまっている だから僕はあもう皆さんは言ったらこういう表現をするとね誤解する人いるかもしれないけど伝えやすいんで言いますフランチャイズだと思ってますフランチャイズでいいと思ってます最初は最初はあ例えばあービームスっていう会社があってビームスの中でその対立があって独立した人たちがユナイデッドアローズっていうのを作ったんですよね。 確か順番はそうだった間違ったすみませんでもそういう感じでユナイテッドアローズっていうところとビームズっていうのは分かれたはずなんですよ。最初ユナイテッドアローズに行った人たちもビームズのフランチャイズだったわけじゃないですか行ったら。そののビームムっていいう会社の中にいるワンオブゼでビ、ね、ームズの社内規定価値観に染まって行動人生の時間配分っていうのを決めてたのを。 そこを踏み台にして、ビームスではない何かっていったものを提案するために、ユナイテッド・アローズっていう組織を作ったわけじゃないですか。それであれだけ成功してね。それでいいと思うんですよ。だから最初は僕は、主張って言ったりしますけど、もうなんか、服従しろって言ってますからね。命令させろなんで、基本的に僕はドラケエの中で。だってそうじゃないですか、モンスターを育成する上でも、ドラケエやったことある人分かると思うんだけど、最初モンスターって命令しても言うこと聞かないでしょ。皆さんと一緒なんですよ。皆さんはもうモンスターですからね、はっきり言って、僕からしたら。 これ別に皆さん侮辱してるってこと,ことじゃないんですよ皆さんんんススラライムななでですすよよレベル1のスラリンなんですよだけどそのスラリンを適切に教育していくことによって最後はすげえ強い炎を吐いて命令させるとかやんなくてもじゃあ皆さんに賢者の石を持たせたらねパーティーが僕ら困ってる時に賢者の石使って体力を回復させるとかそういうのを自発的に考えて行動できるようになるんですよ。最初はもう 命令させろでいいんですよ命令させろで命令させて奴隷でいいんですよ奴隷奴隷って言ったらちょっとあれかもしれないですけどもう服従でよくてでそっからまず僕のフィルターで世の中見れるようになってもらってバイサイドとしてきちんと管理できるようになってもらってで独立すんならセルサイドですか。でセルサイドの視点ですよね。 でセルサイド視点でやっぱり入る時っていうものはこのバイサイドとセルサイドっていうものは全く別物として扱われているように僕は見えるんですけれどもそんなことってなくてバイサイドの視点がセルサイドに生かされるってことなんですよだから今の話聞いてるのも分かると思うんですけどでえ僕なんかはセルサイドとしての視点がバイサイドとしての視点に結びつくわけですねだからこの両者を行き来できるようになるっていうのがすごく大事です 例えばその不動産を売ってる人っていうのはねセールサイドの人間だっていうふうに言うことができると思うんだけどその不動産を買っ売っている人たちだって自分たちの家を買ううっていうバイサイサドに回ることもあるわけですよねあるいは今日の夜の献立何にしようかなっつってスーパーに行って何を買うかっていう意思決定をするこれバイサイサドじゃないですかあるいは旅行とか行ってねあるいは車買ったりとかそういった時のネタがお客さんとの商談にも生きてくるわけですよね。 でそういった人生経験が豊富で話が面白い人っていうものはやっぱりセルサイドでも成功できると思うんですよね一番分かりやすいのはやっぱり営業職だと思うんですけどやっぱ営業で魅力がある人ってねその商品に対する知識があるだけじゃなくてすごい人生を楽しんでる人だと僕は思うんですよで細野さんもえ実際に営業やってる営業のプロから僕は営業に向いてるって言われます細野さんは営業すごくうまいですから営業としても多分成功したでしょうねっていうふうに 言っていただけるんですよ営業を実際にやってる人からねそれなんでかっつったら僕は人生楽しんでるからじゃないですかそのバイサイドとしての僕がいていろんなその経験,は経験とか失敗を R&D っていうその一貫した手作きに基づいてやっていてねそこでの知見っていったものが売る側に回った時もいかんなく発揮されてるわけじゃないですかねもう十分に発揮されてるってことですよ だから結局全てはつながっているっていう話をするんですけどこの普段の意思決定行動決定マネジメントがもう全部つながってるんですよで、僕だって就活するときに営業なんて絶対無理だ俺に向いてないって思ってたんですよお客さん接待して一緒にゴルフ行ったりとかお酒飲んだりとかないなって思ってたんですよでも今はゴルフもお酒もやらないけど でもお客さん接待とか別にすごい好きだし一切ストレスとかないんですよ。うんどのお店にしたら喜んでくれるかなとか今日はこの場所にしてみようかなとかこういう提案したらどういう反応来るかなとかもうそういうのがもう楽しみで仕方がないわけ。ね。だけどもともとの入り口はセルサイドなんてありえねえからなんか IT の会社どっか就職してうんプログラマーかなんかとしてやっていくのかなみたいな手だったんですよやりたくなかったけど。 プログラマーの人たちっていうのはじゃあ,あ,なんだあその何だ C 言語を使うのか Java を使うのかとか Ruby を使うのかとか、まあ、まあ分かんないんですけど専門的な用語それを選択する側なわけでね仕様を何 OS はじゃあ Linux で作ってとかもうそれ全てバイサイドなわけじゃないですかバイサイドで終わってた可能性が僕は大きいわけですよだけどまあいろんな事情がありましたけれども まあ、バイサイドとして入った僕もセルサイドに来ることができてそのセルサイドに来た時にねバイサイドとしてのすごく経験だとか知識とか失敗経験といったものが生きててでよくあの僕なんか思うのは例えばメルカリとかねアマゾンで物を売る人がいると思うんだけどその時になんかコメント書けない人って多いんですよね商品説明。ななんででけないのかってそれも一緒で セルサイドととししてていきなりやろうとしてるんだよねだから僕なんかよく言うのは実際に買ってみてくださいとメルカリで買ってみてくださいとアマゾンで実際に購入してみてくださいとどういうところ自分が気にしてるんですかどういうところ見てますかなんで他の人から買わなかったんですかそれをちゃんと紙にアウトプットしてみてくださいよそれがきっと購買に至った答えですっていうのを言ってるんですよだからそれも結局セルサイドとしてしかやらなかったら制約率下がる文章しか書けないわけですよ だからその電脳の彼みたいに1000個も在庫持ってんのに10万しか稼げないっていうそういうとこに行き着いちゃうわけそのままの間違ったマインドセットで行動してたらねだけどバイサイドとしての視点も生かすっていうそのマインドセットをもし持てたならねあ俺買う時結構こういうとこ気にしてんだなみたいなのが実際にそれも体験じゃないですか体験することによって分かるわけねなんなたくさん買ったって数千円とかじゃないですかうんなん別にいいんですよそんなお金どうせ変なことに使うんだから だから今日の,そのまあ動画のまとめとしてね結構長く話したんで言いたいんですけどこのバイサイドとセルサイドっていう概念ねこれ持っとくとすごく世の中俯瞰できるし説明しやすいしあのね僕が提示しているそのテーゼ僕が示したいその僕が伝えたいシニフィエがですね皆さんにより伝わりやすくなると思うんでねそこをね意識して 日々の意思決定だとか審美眼を磨くっていうところにぜひ生かしてね意思決定購買決定ねそれで皆さんの人生の質が上がればすごく僕としては嬉しいんで、まあ、今回のセミナーとしてはそういう感じになりますで最後まで聞いていただきありがとうございましたまたお会いしましょう